ヘレナはアメリカ海軍の重巡洋艦、ボルチモア級重巡洋艦の8番艦。艦名はモンタナ州ヘレナにちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。ヘレナはファーゴ級系巡洋艦の1隻に名付けられるはずだったが、建造キャンセルされた後に命名された。ヘレナはマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社で寄港し、 1945年4月28日に、ジョン・ティー・ヘイティン夫人によって浸水する。1945年9月4日に、a h マッコルム艦長の指揮下収益した。ヘレナは、ボストンで偽装が完了すると1945年10月24日に出港、翌日ニューヨークに到着し、10月27日の海軍記念日における、 第二次世界大戦祝賀式典に参加した。グアンタナモ湾での成長及び訓練の後、1946年2月にボストンに帰還し、最初の配備の準備に入る。ヘレナはヨーロッパ方面軍司令官及び第12艦隊司令官の H ケントヒュイット大将が乗り込み、2月12日にボストンを出港し、イギリスに向かう。 続く3ヶ月にわたってヘレナは北ヨーロッパ海域で訓練演習を行い、イギリス及びスコットランドの港を親善訪問した。1946年5月1日に帰還任務を解かれ、ヘレナは地中海の主要港を訪問、スエズ運河を通過し、コロンボ、セーロン島、シンガポールを経由して1946年6月18日に鎮島に到着した。 極東では各種の訓練及び艦隊演習を行い、1947年3月22日に上海を出港、人に着く。ヘレナは朝鮮戦争の先行で大韓民国主君部大将及び四つ星の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。